多幸調査さ、一配信に1回引けたけどさ、見放題にするか。見放題でいいと思う。じゃあちょ、今見ていいじゃん、俺タコちゃん、俺も見たんだけどさ、オープニングテーマがイブラヒムだから、いやすごくて、それが俺がもうおもろくて、で でこのオープニングテーマが AI で作れるらしいのよ、うん、はい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 、いやうちもね、そう作ったんですけど、うん、お前どこに載せてんのか知らないけど、なんでこんなオープニング出てんの。俺の配信の概要欄に歌詞全部載ってるよ概要に載せたんだ。めっちゃいいよ。ちなみに聞いていい、これ聞いて、うちのオープニング聞いて。オッケーオッケー、おっ、もうかっこいいしね、これ。いいでしょいいいい、そのなんだろうな、ジャンプではないんだけど、うん、マガジン系のアニメっぽい。いやでも最近のジャンプこういう感じよ。ああ、あるあるね、うん、一応フルとなっております、今回この楽曲、うん、爽快感やばいって。いやだからこれいいでしょ。いいす、良すぎ良すぎ。なんか歌詞ちゃんとしてんのおもろいわね。これ、まあまあ一番まで始まったやん。もう映像見えるって。夕方やってるアニメ感あるね、ちょっとこれ。ちょうどさ、今パワプロのオープニングのとこ音なしで流れてるからさ、あっちゃってんだよね。調査見るか。見るか調査。じゃあ。ごめん、俺も悪かった。今チームが出たこれ。ライトとサードが喧嘩したやつ出た出たこれこれマジでおもろい。握手を求めてたんだよねサードのやつが。いや遠いだろうっつってこっちもよ、なんかキャラ立ってるなマジで。そうですよ、クレア・レッカめっちゃいいんだけど。え、名前が主人公本当は名前がいい名前がいい、クレア・レッカ。なんかちょっとアニメ風にって言ったらそういう名前出るんだよね。そのせいでさ、新入生なんですよ、もううち新入生なんですけど、新入生の名前が思うように決まらず、うん、ここに来てこう、ね、普通の名前入るといなくなる3年がさ浮くというか、クレア・レッカーに勝たなきゃいけんもんな。わあ、なんかそっちの名前マジいい感じだな。いやこっちの名前ねマジ60点って感じ。いいな。え、設定はさどうしたの、 AI から言ったの、それと もう名前から自分でつけたの。設定は AI が1行2行でつけてくれて、うん、はい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 、そっから用紙想像してみたいな。でそう、用紙は俺がオリジナルで作ったね、これ全部。まあ、こっちね配給味が強すぎてねやばかったんだよね。なんか毎回あれ聞いたことあるなみたいなやつ作るんだよな名前も展開も。そう、何これ、千冬千夏って。それはですね、花村姉妹、花村姉妹です、うん、本来1年生マネージャー千夏を使いたかったんだけど、ホイッスルだったからマルヒのもともといるマネージャーにしたくて、はい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 、急遽妹にしました。そっちを千夏ちゃんが先輩に繰り上がって2年生が千夏です。へえ、かわいいじゃん。なんか何この俺のムーミンパワーでなんとかなるってこれ何これそれ最初設定だけ入れて AI に書かせてたら、喧嘩の仲裁にムーミンみたいな顔のやつがいんのよ、うっとりしてるからっていう理由で、うん、通称ムーミンって入れたら、俺のムーミンパワーでなんとかなるってって言って、なんか意味不明な理由で喧嘩の仲裁をしてて、深夜でめちゃめちゃ面白かったやつなんですよムーミンパワーって何、アベヒパワヒムーミパとか言ってて、謎のパワーが。でも消えちゃったんだよね、ムーミンパワー。死んだ設定になっちゃったんだ。熱いよね。いい、どれ。第3話、犠牲フライにしろ、走れ。無理か、浅いな監督の言葉くらい浅いですね。なんでそんなこと言ってんだろう辛辣なやつねこれマネージャーズなんか人気出そうだなねえ、マネージャーちょっと作り込んだ方がいい。これマネージャーちゃんと作り込んだ方がいいよ。来年作り込もうちゃんと。え、なんかさ、漫画の表紙ない、創世のエース。あるよ、あるあるある。これこれ第1話誰なのこれ。第1巻はこれは、うん、あの中学の時まだサッカーやした時の月の
主人公。そっか、元サッカー部か。そうだ、そう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 、顔だけエースって言われてるけど。そうなんだよ、能力値低いから。はい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 、まだ弱いからさ。なんかいいじゃん、この証明写真みたいな、なんか学生証の写真みたいな。いいよね。やっぱクレア・レッカいいわ。クレア・レッカ今んとこヤンキーから生徒助けただけだから、こいつ喧嘩見向きもせず野球やるんだよな。止めないんだって思うわ。あーでもいいね。いやマジでキャラ立ってるな。こいつは卒業しちゃうの？そうだよ、もうマジでやだ、もうやだ。思い入れえぐいけど。思い入れが本当にえぐい。だから来年からだからね、俺らの主人公本当は。こいつらはエピソード0なんだよね。 AI にエピソード0って打ち込むとこいつらの話出てくるからね、今こっちの AI。 こっからが本当のスタート出た。何それ。それ何。最初のセリフない、ない最初の練習試合か県大会1回戦からのセリフ、俺の。こっからが本当のスタートだ。浅そうで深いな、なんか浅さ。激浅なんだよなマジで。いやまあでもね、楽しみだわ。確かにね。いや俺結構その新入生の設定はちょっと注文つけようかなって思ってて。あーなるほどね。俺も昨日深夜テンションでめちゃめちゃ決めちゃったから練り直しです。今日俺新入生だけで終わるかもしれない。マジ？うん、クソ作り込むじゃん。いやあの変なの入れすぎたから。中二病風にって入れると AI 壊れるから入れない方がいいよ。やってきますか。やりますか。もうちょいこまめに物語やってみようかな。もうマスで起きる出来事とか。それマジクソ時間かからん。いやかかるか。深掘りさせようとしたら AI めっちゃ深掘りしてくれるからさ。 AI の使いこなしもうまくやっていきたい ね。何の勉強なんだ俺ら。じゃあ行きますか。行きますか。バイバーン。やるか。まず新入生からじゃない。いや名前どうするよ。風神雷我とかやばいって、ね、絶対深夜テンションじゃん。出た1年虚無人、氷室龍崎、桜庭あたりはいいんだけど、日野もいい、天草もまあ悪くないか。でもちょっとな、なんかな、もうちょい普通の名前入れたいというか。濃くない？龍崎いたら氷室はもういらないんだよな俺の中で。胃もたれしちゃうわもう、名字が、属性が濃いな。もうクレアぐらいなんだよな、その重いの。まあ霧島中ぐらいか。大中小で言ったらライスの、これ脂身かなり。クレア劣化は脂身、ちょっと脂っぽいか。黒瀬もレオン、白石、青柳は脂っこくないんだよね名前が。ちょっとね、まあ、主人公パーティーとはいえギトギトすぎるかも。氷室、日野、風神、龍崎、桜庭、虚無人、天草はギチギチじゃん。だってで虚無人がマジやりすぎ。これウロナシ人だっけ、重たいって。で削ってく作業、ギトギトは2人までにしよう。まあ、でも桜庭はいいな。桜庭いい。風神かな、風神か虚無人は捨てかな、油の量がやばすぎる。熱血風神ライガはいてもいい。でも熱血風神ライガ入れるんだったらブツブツ言ってる虚無人をちょっと切りたいか、どっちかだな。てか分かった、この物語の続きに登場しそうな新入生の名前と設定を考えてくださいにしよう。その覚えてもらってるから今 GPT に。来ました、白鷹すばる、紅林蓮、青柳空、あ青柳、風間春、桐生優馬、水月翔、日向夏樹。女みてえな名前だな日向夏樹。あいい感じか。あなんかちょうどいいの来たな。ちょっと重たいけどちょうどいいか。ムーミンの弟来た、ちっちゃいムーミン。ムーミン谷から住民が引っ越してきてる。まあ弟はやっぱ入れたいよね、どっか弟枠。イブラヒムんとこにも風間がいるのか。弟枠、タコの兄弟ライバルチーム。あっちの先輩にいるけどこっちの、あーいやあり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 。タコの兄弟勝手に作るか。こっちにお前のとこんの風間くんの弟入ります。いいね、仲悪い兄弟、他校で這い上がる弟やろ。じゃ風間くん入れよ。まずちょっと油落としていきます。てか風間くん、そっか向こうは卒業しちゃうのか。4年縛りって兄弟戦わなくね。じゃあちょっと待った、これ風間くん消そう。今の1年が兄のポジションになるから、じゃあ青柳兄弟か。今いる部員と名前が被らないようにしてくださいって言って、白井すばる、赤木蓮、
黒川空、風間春人、桜庭優馬、水木翔、ヒューガ夏希はずっといるな。ちょうど消えちゃったわ。ちょうど青柳が消えちゃった。赤木蓮いいね。赤木蓮、赤木ウェンじゃん。これもうなんか聞いたことあると思ったらほぼ赤木ウェンじゃん。天草、日向、桜庭、龍崎、桐生、日野、氷室。重いか。2年の名前見てみるか。霧島、青柳、白石、レオン・アンダーソン、クレア、クロセ。なんか重いんだよな。なんだろう、青柳枠がやっぱ必要なのか。もっとまだこってり気味だよね。青柳、白石のこの牛タン感、まあでも悪くないか。桐生と龍崎がちょっとヤンキーっぽさで争っちゃってんだよね。桐生、龍崎、幼馴染、漢字一文字のやつ入れる。スメラギとか入れる。あー、影山作入れる。ここに本当はいたはずの1年生だもんな、影山くん。山口は入れない。日向、日向でもこれヒューガは日向か。いや、読み切り限定の幻の人物になっちゃってる、影山作。あー、てか赤月だから、赤月でしょ。月入れるか。月島やめて。月、赤か月入れたいよな。月夜の紅はいらねえよ。矢上ライトやめて。まあ月影くん出てたから月影くんにするか。でこれさ、全リセットできないの。なんかここまでの記憶を持って全リセしたいんだけど、こいつ頑張りすぎてる、この GPT で。日野を氷室にする。え、でかさ、お調子者。ちょっと待って、なんだこいつ性格。お調子者でしょ。お調子者っぽいのがいいけどな。氷室って名前お調子者っぽくなくね。氷室クールな感じだよね。日村日村にする。いや、日村の日を日月の日にしてもいい。あ、日室、日村になっちゃった名前。月影浮くな、ちょっと。もう始めたらどうせ愛着湧くもんな。ただまあまあまあいいでしょう、彼エースになるんで。月影くんはどうせ好きになるから。桜庭、天草、日向は俺同じ系統だと思ってんだけど、やさお系統だと思ってんだけど、ここちょっとかぶってるよな。俺の桜庭のイメージアイシールド21なんだよな。レオンの弟はコンだろ。クロセ弟、青柳か白石。千秋をここで切る。花村の今のストーリー書き出すか。今までのストーリーを要約してくださいと。これまで暁高校野球部のストーリーを要約したものです。物語の概要。暁高校はかつて甲子園常連校として名を馳せた強豪野球部を持っていましたが、時が経つにつれて成績が低迷し、現在では弱小校と化していました。その中、かつて新卒高校を率いて甲子園に導いた名将工藤が新監督として着任。再び栄光を取り戻すべく、彼は新たなメンバーを集めチームの再建に乗り出します。第1話、栄光の影。物語は暁高校野球部のかつての栄光を失い、現在の低迷した状態にあるところから始まります。クザ監督が新たに就任し、再び強豪チームに戻すことを目標に掲げ、再建に向けて動き始めます。第2話、新たな風。新入生たちが入学し、野球部に新しい風が吹き込みます。霧島優斗やクレア劣化といった個性豊かな新メンバーがチームに加わり、クザ監督の下で厳しいトレーニングを開始。初めての練習試合では実力不足が露呈し、敗北を喫しますが、チームの課題が明確になります。第3話、絆の始まり。新たなチームが一丸となり、絆を深めていく様子が描かれます。先輩たちの卒業式では3年生が去り、2年生と新入生たち、早いな去るの。新入生たちが中心となるチームが再編成されます。キャプテンに白石光が選ばれ、彼を中心に新しいチームが動き出します。そうなんだよ、ここら辺まで俺 AI あんま使ってなくて早いんだよ、ここまでが。第4話、試練の時。新チームは地元の強豪校である緑川高校、どこそれとの練習試合に挑みます。試合は一進一退の攻防が続き、最終的には同点に持ち込むことができたものの、チームにはまだ多くの課題が残っていることを痛感します。おい、兄よりやめろマジで。試合後、各メンバーが自分の課題と向き合い、次の試合に向けてさらなる成長を誓います。第5話、再起への誓い。チームのメンバーがそれぞれの役割を再確認し、再び甲子園を目指し歩み始めます。久澤監督は選手たちに、今こそ自分たちの力を試す時だと檄を飛ばし、チームは新たな目標に向かって進んでいくことを決定します。第6話、新たな旅立ち。卒業式が行われ、3年生が去った後、新体制の暁高校野球部が正式に始動します。白石光がキャプテンとしてチームを率い、新たな挑戦に向けて練習を重ねていく。練習試合を通して少しずつチームがまとまり、かつての栄光を取り戻すための一歩を踏み出します。ここまでがエピソード0、始まりの暁。このエピソードは物語の序章として、暁高校野球部がかつての栄光を失い、再建を目指すところから始まります。原作が急展開だからさ、これもう足さね。もっと黒瀬と霧島を
喧嘩させてくださいと。以下は黒瀬ひなたと霧島優との喧嘩が描かれるシーンです。衝突と和解。赤月高校野球部の練習が続く中、チーム内に少しずつ緊張感が漂っていた。最近の試合でエースとしてプレッシャーを感じていた霧島優とは疲労と苛立ちが募り、練習中にもミスが目立ち始めていた。ある日、霧島が投げたボールを黒瀬ひなたがキャッチする際にミスを犯し、練習が中断する。普段は冷静な霧島だが、この日は感情が高ぶり、黒瀬に向かって強い口調で指摘する。もっと集中しろよ、お前がミスしたらチーム全体に迷惑がかかるんだ。黒瀬、俺だって集中してるさ。ただあんたの球がいつもと違ってたんだよ。あんた。霧島は黒瀬の言葉にさらに苛立ちを募らせる。今まで黙ってきたが、自分がエースとして感じている重圧と不安が一気に吹き出した。霧島、それならもっと俺の球に合わせてくれよ。エースの球をキャッチできなきゃ、どうやって試合で、お前キャッチャーとやれよ、どうやって試合で勝つんだよ。黒瀬も感情を抑えきれず声を荒げ応戦する。俺だって好きでミスしたわけじゃない、それにエースって言ってもお前一人で勝てるわけじゃないんだぞ。おお。二人の口論は次第にヒートアップし、他のチームメイトたちが心配そうに見守る中で、二人はお互いに歩み寄ることができず、ついに霧島が黒瀬に向かって詰め寄る。お前俺のことバカにしてるのか。いいよ黒瀬、そんなこと言ってない。でもお前だって自分だけが苦しいって顔してんじゃねえよ。霧島が黒瀬を押し返すと、黒瀬も引かずに胸ぐらをつかむ。まるで今にも殴り合いが始まりそうな雰囲気だ。チームメイトたちが慌てて二人を止めに入るが、二人の感じは収まらない。いいよいいよ、ムミパ来ないかな。この時久沢監督が鋭い声を発し、二人を静かに見つめる。もうやめろ。監督の一声に場が凍りつく。監督は二人を見せ、俺いいって、俺入んなくていいんだけど、冷静な口調で続ける。確かにチームにはエースが必要だが、そのエースを支えるチームメイトも同じぐらい必要だ。お前たちが戦う相手は他校のチームであって仲間同士じゃない。霧島と黒瀬はその言葉に少しずつ冷静さを取り戻すが、まだお互いの心にはわだかまりが残っている。お前たち二人にはもっとお互いを信頼する必要がある。喧嘩している暇なんてないぞ。その後二人は無言で別々の場所に移動するが、練習後霧島は一人でベンチに座り、悔しそうに拳を握りしめていた。そこに黒瀬が近づいてくる。悪かった、俺も言い過ぎた。お前が感じているプレッシャー少しはわかるつもりだ。霧島は一瞬戸惑いながらも、黒瀬の真摯な表情を見て少しずつ心を開く。いや俺こそ悪かったよ、チームを引っ張るつもりが逆に足を引っ張ってたな。二人はゆっくりと手を差し伸べ、お互いに握手を交わす。これをきっかけに二人の間には新たな信頼関係が生まれる。お互いを理解し合い、今後は協力してチームを支える決意を固める。いいね、素直だった。他の部員をもう少し登場させてください。和解はまだしないでくださいと。ちょっとまだ早い和解。はいはいはい。黒瀬と霧島の喧嘩に他の部員たちが関わるシーンです。今回は和解には至らず、緊張感を高める展開にしていますと。もっと集中しろよ、お前がミスしたらチーム全体に迷惑がかかるんだ。俺だって集中してるさ。ただあんたの球がいつもと違ってたんだよ。その様子を見ていた他の部員たちも動揺を隠せない。クレア・レッカが急いで二人の間に割って入ろうとする。そう、これが見たかったのよ。おい二人ともやめろって、こんなことで喧嘩してどうするんだよ。白石光も状況を見て声を上げる。お互いに落ち着け、チームメイト同士で争っても何の得にもならないだろう。しかし霧島と黒瀬はそれぞれのプライドが邪魔をし、言い合いをやめる気配がない。クレアがさらに二人を引き離そうとするが、霧島が彼の手を振り払い、さらに強い言葉を放つ。お前俺のことバカにしてるのか、エースの言うことが聞けないのかよ。おお、黒瀬、バカにしてるわけじゃねえよ。でもお前が勝手にプレッシャー抱えてるだけだろ、俺たちだって戦ってるんだ。おお。その言葉に他の部員たちも少しずつ不安を抱き始める。青柳相馬がため息をつき、レオン・アンダーソンが困惑した表情を浮かべながらもどう対応すべきかを悩んでいる。あー、レオンがあたふたしてる。あってなってる。青柳相馬、これじゃまともに練習できないだろう。レオン・アンダーソン、どうすればいいんだ、二人ともやめる気配がない。白石光はなんとかこの場を収めようとするが、霧島と黒瀬の言い争いが激化していく。俺がエースなんだよ、俺に合わせろよ。霧島そういうタイプね。黒瀬、エースだかなんだか知らねえが、お前のために野球やってんじゃねえんだよ。いいよ。その時クザ監督が、もういいって。静かに二人を見つめながら口を開く。このまま続けるつもりか、お前たちがここで何を学ぶのかよく考えてみろ。出た、職員室に帰るタイプじゃねえか、クズハ監督。先生もう職員室に帰ります。監督はそれ以上何も言わずその場を去る。
彼の態度に他の部員たちも困惑するが、監督が今は静観し、二人が自分たちで解決することを望んでいることを察する。練習場には不穏な空気が漂い、他の部員たちもどう動くべきか分からず沈黙が続く。てか全員登場させるのいいな、物語不安のまま練習終了。結局二人はその後目も合わせず、練習は不完全燃焼のまま終わってしまう。チーム全体に暗い影が差し込み、部員たちもそれぞれが不安を抱えたまま帰路につく。クレアレッカは帰り道で白石公に話しかける。このままじゃまずいよな、なんとかしないと。ああ、でも無理に仲直りさせるのも逆効果だ。まずはお互い冷静になる時間が必要だろう。翌日の練習に向け、チーム全体がどう立て直すか、クズハ監督がどう動くか、そして霧島と黒瀬がどう向き合うのか、不安と期待が入り混じる中、物語は次の展開へと進んでいく。あ、いいね、厚み出てきましたね、相当。あ、いいね。いや、今アンケート伸びてきてる、相当。エピソード8、揺れる心支える手タイトルいいよ。前回の練習での衝突から数日後、暁高校野球部の練習はまだどこかぎこちない雰囲気が続いていた。霧島優斗と黒瀬ひなたの間に生じた溝はまだ埋まっていない。練習中、2人は意識してお互いを避けるようにしており、チーム全体に微妙な緊張感が漂っていた。キャプテンの白石光はどうすれば2人を和解させ、チームを再び一つにまとめることができるのか悩んでいたが、無理に介入するのは逆効果だと感じていた。その日の練習後、花村千夏と花村千冬の姉妹マネージャーが部室で選手たちを待っていた。千夏は笑顔で部員たちに声をかけ、練習後のケアを行っているが、どこか心配そうな表情が隠せない。千夏、みんなお疲れ様、でもなんだか元気がないみたいね。花村千冬もメガネを直しながら冷静に状況を見守っていた。千冬、確かに少し雰囲気が重いですね。桐島くんと黒瀬くんのことがまだ尾を引いているみたいです。千夏はうなずき、二人の間に何かできることはないかと考え始める。来たよ、マネージャー登場した。なんとか二人を元の関係に戻さないと。チーム全体が崩れてしまうわ。だけど無理に和解させようとしても逆効果かもしれない。千夏は部員たちに優しく声をかける一方で、千冬は静かに選手たちの様子を観察し、彼らがどんなことで悩んでいるのかを把握しようとしていた。キャラ立ってんな、マネージャー。千夏の働きかけ。その後、千夏は練習後に霧島を呼び止め、軽く雑談を交わしながら様子を伺う。霧島くん、最近どう？なんか悩んでることがあったら私たちにも話してみてよ。霧島は一瞬戸惑いの表情を見せるが、すぐにそれを隠すようにして大丈夫ですと答える。しかし千夏はその態度から霧島の中にある不安や焦りを感じ取る。無理しないでね、私たちマネージャーもチームの一員だから何でも相談してくれていいのよ。霧島は彼女の言葉に少し安堵しつつも、まだ完全には心を開けずにいた。いいよ、霧島すぐ心開かなくていいよ。千夏はそれ以上深く追求せず、彼が自分から話してくれる時を待つことにした。いいよ、すごいマネージャーメインになってんだけど。一方、千冬は練習、あ、千冬側の、ちょ、マネージャーメインすぎない？まあ今までなかったからね、マネージャー視点。一方、千冬は練習中の黒瀬の様子を密かに観察していた。彼がどこか苛立っているように見えるが、同時に周囲に気を使いすぎていることに気づく。あ、黒瀬？で、黒瀬はもともと孤立してたから、やっぱ気使ってんだ、もう孤立したくないから。特に霧島との衝突が続いていることが彼のプレーに影響を与えているように感じた。千冬はその日の帰り道、千夏に話しかける。姉さん、黒瀬くん最近すごく頑張ってるけど、その分疲れてるみたいです。桐島くんとのことでストレスを感じているのかもしれません。そんな分かってんだよ、姉さんって言うんだ。そうね、でも私たちができることは限られているわ。どうやってサポートすればいいかしら。焦らずに少しずつ二人が自分たちのペースで気持ちを整理できるように環境を整えてあげるのがいいかもしれません。無理に仲直りさせるよりも、まずは気持ちを落ち着かせることが大切かと。花村家はあれですか、上流階級ですか。千夏は千冬の冷静な判断に同意し、二人はそれぞれの選手たちに寄り添いながら、少しでも気持ちが軽くなるようにサポートを続けることに決める。その夜、霧島は自分の部屋で一人考え込んでいた。自分がエースとしてもっと強くならなければならないというプレッシャーが彼を追い詰めていた。彼は黒瀬との衝突がチームにどれほど悪影響を与えているかを理解しつつも、素直に謝ることができない自分に苛立ちを覚えていた。同じ頃、黒瀬も自宅でトレーニングをしながら霧島との対立について考えていた。彼は霧島がチームの中心として認められていることを理解しているが、自分自身も負けたくないという思いが強く、衝突を避けられなかったことに後悔していた。翌日の練習に向け、2人の心にはそれぞれの葛藤が残ったまま、それでもチームのために何ができるかを模索し始める。ちょ待って、これ無限に厚みつけられちゃうな。ちょっと一回この落としどころ作ろう。エピソード0の無限だよ、風呂敷が。和解せずに新入生入れる、
あーなるほどね。えでもやっぱさ、エピソード0暁のスタートラインだから、これメイン世代のアニメに前回の引き継ぎすぎるとあれじゃない？乙骨ぐらいの匂わせならいいけどさ、エピソード0あんまり引きずりすぎると良くなくない？だから和解はしてた方がいい。エピソード0でギスって言ったらねえ、青柳のムーミンパワー復活できるかな。青柳はムーミンパワーが使えますってGPT 止まった、やばい、ムーミンパワーと叫びっていうところで止まったやばい、壊れたムーミンパワーで。霧島優太と黒瀬ひなたの衝突が続く中、チーム全体に広がる不安は日に日に大きくなっていた。練習中もお互いを避ける2人の様子は他の部員たちにも影響を与え、全体的に士気が低下している。練習中いつも明るい青柳相馬がチームの暗い雰囲気をなんとか打破しようとムーミンパワーと叫びながら無理やりにでも笑顔を作ろうとする。しかし誰もそれに乗ることができず、青柳は一瞬困惑するが、めげずにもう一度叫ぶ、ムーミンパワー行くぞー。青柳やばいやつになってる。ちょっと待って、ダメ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 、無理やりすぎる、滑ってる、これなし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 。その日の練習後、レオンは霧島と黒瀬がそれぞれ別々に帰ろうとしているのを目撃する。彼は直感的にこのままではチームが崩壊してしまうと感じ、勇気を振り絞って2人を引き止めようとする。しかし日本語でうまく言葉が出てこないレオンは焦りながらもなんとか言葉を絞り出す。待って、2人とも話しよう。すごい片言になってる、ちゃんと。霧島と黒瀬は驚いた表情を見せるが、レオンの真剣な眼差しに心を打たれ足を止める。レオンはぎこちない日本語で自分の気持ちを伝えようとする。僕チーム大事、みんな大事、喧嘩ダメレオン彼の言葉に2人は一瞬息を呑む。レオンは続けて少しずつ言葉を探しながら話す。チーム一つなる、難しい、でも僕みんなのため頑張る、2人も一緒に頑張る、大事。霧島と黒瀬はレオンの純粋な気持ちを不器用ながらも伝えようとする努力に心を動かされるが、すぐに和解する気にはなれない。それでもレオンの言葉がきっかけで2人の間には少しずつ理解が芽生え始める。レオン内気で日本語ちゃんと話せないのに、今まであんまり喋んなかったもんな。レオンは野球の練習と日本語の練習してますから。その後チーム全員が帰宅しようとした時、校庭の外から何か大きな物音が響く。何事かと思い駆けつけると、そこには野球道具を持った不良グループがいたなんで？彼らは地域の他校の生徒であり、最近問題を起こしていると噂されていた。あ、やばい、これあれじゃないの、劣化がボコったヤンキーが来たんでしょ。これ不良から助けてた展開を入れてたから来たんでしょ。初期あたりにクレアがボコってたやつ、伏線回収来た。不良たちは暁高校のグラウンドに勝手に入り込み、設備を壊そうとしていた。え、本当に伏線回収じゃんこれ、熱すぎ。レオンはその光景に驚き、すぐに他の部員たちに知らせようとする。みんな来て、問題起こってる。部員たちが駆けつけると、不良たちは何食わぬ顔で挑発してくる。クレア劣化がすぐに前に出て不良たちに対峙するが、人数が多く手を出せない状況。不良のリーダー、お前ら弱小チームのくせに出しゃばるなよ、ここで俺たちと勝負しろよ。黒瀬がその言葉に反応し一歩前に出る。勝負だと、お前らにそんな価値があるのか、なんで野球しようとしてんだよお前ら。緊張が高まり、ついに不良たちと暁高校の野球部員たちの間に睨み合いが始まる。その瞬間レオンが再び声を上げる。やめて、僕らみんなで守る。レオンの強い意志が霧島と黒瀬の心にも響く。二人は一瞬顔を見合わせるが、あ、いいね、何の極戦みたいになってる。その後警察が駆けつけ不良たちは撤退するが、今回の事件はチーム全体に強い影響を与える。レオンが仲間を守ろうとした姿勢は他の部員たちにも伝わり、霧島と黒瀬もそれぞれが少しずつ自分たちの態度を見直し始める。しかし完全な和解にはまだ至らず、チーム内には微妙な緊張感が残る。それでもレオンの行動がきっかけとなり、チーム全体が再び結束に向けて動き出す兆しが見え始める。次の練習では霧島と黒瀬が少しずつ協力し合うようになり、チーム全体が和解に向けて進んでいくことになるだろう。おー、レオン界めっちゃいいな。監督は今もう職員室いるから。エピソードゼロいいね、めっちゃいい。2時間野球してない俺。エピソード10、新たな決意、強まる絆。暁高校野球部の部室にメンバー全員が集まっていた。前回の事件から数日が経ち、チームは新たな一歩を踏み出そうとしていた。白石光がキャプテンとして今日の練習前にチーム全員でミーティングを開くことを提案する。みんな今日の練習を始める前に少し話をしよう。最近のことも含めて全員が何を考えているか共有したいんだ。キャプテンらしいな。全員が静かにうなずき、緊張が漂う中で白石が唇を切る。俺たちはチームだけど、今はまだ本当の意味で一つに慣れてない気がする。
霧島と黒瀬のこともそうだし、最近の事件もあってみんな不安になってるんじゃないか。霧島と黒瀬はそれぞれ少し表情を曇らせるが黙って話を聞いている。まず青柳が手を挙げて発言する。確かに最近の練習はなんだかしっくりこなかった。でも俺はみんなともっと楽しくやりたいんだ。だから何があっても俺たちは仲間だって信じてるよ。続いてレオン・アンダーソンが立ち上がり、不器用ながらも真剣な表情で話し始める。日本語難しいけどチームみんな大切。僕もっとみんなのために頑張る。レオンの言葉にチーム全体が温かい眼差しを向ける。次にクレア・レッカが続く。俺も言わせてくれ。俺はチームの一員として誰かが困ってるなら絶対に助ける。霧島も黒瀬も俺たちの仲間だ。だから何があっても力を合わせようぜ。霧島優斗はそれを聞き、少し悩んだ表情を浮かべながらも自分の気持ちを伝えることを決意する。俺はエースとしてみんなを引っ張りたかった。でもプレッシャーで視野が狭くなってるかもしれない。ごめん黒瀬、そしてみんな。その言葉に黒瀬ひなたも静かに口を開く。俺も謝らないといけないな。俺も自分勝手に動いてチームのことを考えてなかった。霧島、お前がエースだってことは認めるけど、俺も負けたくないって気持ちがあったんだ。二人の言葉にチーム全体が静かに耳を傾け、少しずつ緊張が解けていく。その時マネージャーの花村千夏が立ち上がり、笑顔でみんなに向かって話し始める。みんな、これまで本当に頑張ってきたよね。だけど今はまだこれからだと思ってる。私たちマネージャーもみんながもっと強くなるようにサポートするから、一緒に頑張ろう。千冬も続けて冷静な口調でチームに呼びかける。チームとして成長するにはお互いを理解し合うことが大切です。無理に一つになる必要はありませんが、お互いの気持ちを尊重することは忘れないでください。二人の言葉にチーム全員が改めて団結の大切さを感じる。いい、みんな登場してる。最後に白石が再び口を開く。俺たちが目指しているのは甲子園だ。そのためにはどんな困難も乗り越えなきゃならない。今日からもう一度一緒に頑張ろう。全員がその言葉にうなずき、霧島と黒瀬は互いに目を合わせる。そして無言で手を差し出し、固く握手を交わす。まだ完全にわだかまりは解けていないが、この一歩が大きな進展となる。おー、暁のスタートラインエピソード0。一人の中学生が試合を最後まで見つめていた。彼は野球帽を深くかぶり、暁高校の選手たちに目を輝かせている。すごい、あのチーム、あんな強い相手にここまで戦えるんだ。俺もあのチームに入りたい。その中学生は次の春に暁高校に進学し、野球部に入部する決意を胸に秘める。そして物語は新たな希望を抱く次の世代へと続いていく。おー、きたー。これエピソード0ね。新たな希望を抱く次の世代へと続いていく。暗闇に沈む街、一人立ち尽くしてた心の中で燃え尽きた夢の土壇場だけを追い抱えて、でもあの日出会った君が教えてくれたんだ。まだ終わりじゃない、ここから始まるストーリー。来た。もう一度走り出す鼓動が、迷いを振り払って目覚めるんだ。レイニーサンフレー。すごい、かっこいい。こんなんあったの？きたー、暁リバース前日譚エピソード0初回放送スペシャル。めちゃめちゃいい。めちゃめちゃいい。再燃のスターダム、綺麗にまとまったね。じゃあやってきますか、新入生。誰主人公にするかだよね。じゃああの時見てたのは月影くんにする。月影が主人公かな。龍崎も見てるでしょ。ミーとヒックカラッキシじゃん。打撃の腕前は。こいつはもうヤンキーキャラ確定。バットを人を殴る道具としか思ったことないから、龍崎は。小指ないからミーとヒック、やめろマジで。なんでこの年で落とし前つけてんだよこれ。すごくない？20時に開始して4時間野球してない。すごい、この企画すごい。これから野球やろうと思うんだけど、どんなもん？今新入生たちのキャラクリ終わったよ。
俺もう今終わった。嘘だろ今。え、今終わった。俺5時間半キャラクリしてた。こっからまだ俺でもあれだよ、先輩との絡みをちょっと GPT に覚えさせないといけないから。だよね。で、ちなみにさ、うん、何人か教えてよ。こんなんかすごいお気に入りのキャラいないの、新しい新入生に。いや、あのね、みんなちょっとかっこよくしすぎて、あー、なんかバランス逆に悪いみたいな。もう全員がイケメンキャラのやつね。そう。まあでも龍崎くんって子が入ったよ、うちには。龍崎くん何なの？元ヤンキーです。どういう系なの？出た、元ヤンキー。元ヤンキーです。おい、えい、うちにもいるよ、元ヤンキー。ヤンキー系の問題児、影山獅子が。獅子、一応ね、1年のクレアが、クレアが不良、不良を守ったらしいんだよね、どうやら。で、分け隔てなく不良も守ってくれる、それに感銘を受けて入ってきてる元ヤンキーなんだね。で、あのバットは人を殴る道具だと思ってたから、ミーとかGしかないけど、まあいいやつ感ありますよみたいなキャラね。獅子とか入ってきたんだ、主人公世代。主人公の名前は明星青と。おお、結構考えました、これ。明星って書いて明星ね。いいですね。宇治桐生ってやつと龍崎ってやつ入って、総龍って呼ばれてる。龍二人、龍二人で熱いじゃん、それ。これから呼ばれる暁の総龍って呼ばれるね。正直さ、一人一人にさストーリーつけてったらさ、もう個性と個性のぶつかり合いがさ起きてさ、チャット GPT に見放されたもん。注目するべき。面白そうですねみたいなんで終わったもん、チャット GPT 急に。マジで、うん、ちょっとあれじゃない、押し付けすぎたんじゃない。押し付けすぎたね。え、てかさ、うん、誕生日会とか作った？え、作ってない。誕生日会めっちゃ良かったぞ。マジ傑作の回があって、第8話がめっちゃ傑作だったんだよ。天城優馬っていうキャプテンがいるの、人気の誕生日会を作ったんだけど、うん、はい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 、他校長さんのハッシュタグにもね、うん、ファンアートがあるんだけど、マジで良かった。なんで、何この、創生のエースのアニメ配信開始してるって。これすごくない？何これ、シーズン1。え、これすごいね。誕生日は父を思い出す、これ何？あったあった。何これ、特等席で見た父の試合、プレゼントしてくれたホームランボール。何これ。なんだよ。いや、だからマジで良かったのよ。父さんがね、亡くなってて、うん、天城くんは誕生日になるとお父さんを思い出す日になっちゃってんの、はい、でちょっと曇るんだよね、誕生日で。もキャプテンはみんなのために頑張ってくれてるから、部員みんなはキャプテンを祝いたいわけよっていう回が一回あって、マジで良かった。いいじゃん、感動の回だったのよ。甘くないサプライズ、天草の誕生日。いいね、タイトル。ある日の放課後、白石校が部室でメンバーたちに声をかけた。みんな、来週は天草の誕生日だ。どうやってお祝いするか考えておこう。花村千夏が元気よく手を挙げて提案する。私、料理を作るわ。みんなで一緒に食べるのが一番だと思うの。桐島優斗が少し心配そうに尋ねる。千夏さん、料理って大丈夫ですか？千夏は自信満々に笑って答える。大丈夫大丈夫、任せて。花村千冬は心の中で少し不安を感じていた。彼女は姉の料理の腕前を知っている。来た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 、お姉ちゃんの料理大丈夫かな。でもきっとみんなが喜んでくれると思ってるんだろうな。天草夏樹の誕生日当日、部室には色とりどりの飾り付けと千夏が心を込めて作った料理が並んでいた。メンバーたちは笑顔で天草を祝う準備を整えている。天草が少し照れくさそうに部室に入る。全員、天草誕生日おめでとう。天草は感激して笑顔を浮かべる。皆さんありがとうございます、こんなにしてもらえるなんて嬉しいです。花村千夏が誇らしげにテーブルの料理を指し示す。さあ、私が作った特製料理を食べて、みんなで一緒に楽しもう。しかし、テーブルに並んだ料理を見てメンバーたちは少し不安げな表情を浮かべる。桐生優馬が内心でつぶやく。この色、この香り、大丈夫なのかこれ。レオン・アンダーソンも微笑みながら、しかし心の中では警戒している。千夏さんの料理、見た目はすごいけど味が心配だ。千夏の手料理がテーブルに並び、みんながそれを少しずつ口に運ぶ。最初に食べたのは桐島優斗。おいしいです。その言葉にみんなが驚きながらも次々に料理を口に運んでいく。龍崎仁も一口食べ、無表情でうなずく。あ、おいしい。日村陽は口に入れた瞬間顔が引きつるが、無理やり笑顔を作る。さ、最高においしいです、さすが千夏さん。しかし、次第にメンバーたちの顔色が悪くなっていく。ついに大鳥雅人が限界を迎え、机に突っ伏してしまう。うん、これ以上は無理だ。レオン・アンダーソンもお腹を押さえて苦しそうな顔をする。やっぱりちょっときつい。ギャグかいや。千夏はみんなの様子を見て、ようやく自分の料理が原因であることに気づく。あれ、みんなもしかしてこれ美味しくなかった？
桐島優斗は倒れた仲間を見ながら苦笑いを浮かべる。いえ美味しかったです。でもちょっと強烈でした。花村千冬が姉に優しく言う。お姉ちゃん気持ちはすごく嬉しいけど次は一緒に作ろうね。千夏は少し申し訳なさそうに笑いみんなに謝る。ごめんなさい、次はもっと美味しいものが作れるように頑張るわ。天草はそんな千夏の姿を見て優しく微笑む。千夏先輩ありがとうございます。気持ちがすごく嬉しいです。これからもよろしくお願いします。千冬優しいね。最後には倒れたメンバーたちも何とか持ち直しみんなで笑い合いながら誕生日を締めくくる。チーム全員がこうした日常の中で少しずつ絆を深めていく。白石、やっぱりこういう日常があるからこそ俺たちは一緒に頑張れるんだな。霧島、ああみんなで支え合ってこれからも続けていこう。はい、千夏会でした。初めての試合行きましょう。まあ相手弱小なんで成長に振りましょう。ここ練習試合で負けた相手マジ？わあめっちゃ打たれるな霧島。なんでこんな打たれんの？練馬って7万点ぐらい取られた子とこ？青徳ゼロがやっぱ弱いんかな。やばい、ナゲットが喉に。ちょ待て、ここは負けられない。本当に霧島大丈夫か？天草は打てねえだろうな。ラッキーボーイ天草いけるか？ラッキーボーイいけるか？天草、天草まだ信頼度が。うわー、天草くんやるねー、よくやった。ナイス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 。キュー、おー切れそう、マジで切れそう。うわマジで切れそう。おい負けるってこのままじゃ。うわーやばい、夏が終わっちゃう、夏が終わっちゃう。え、一戦目だよね。うわお孫よう任せていいのか。日村よ、お前が照らせるのか暁を。赤く照らしてくれ、頼む、任せたぞ。1年ナイス日村。よし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 、ラスト竹内とレオンでどっちか魔物出してって感じになるかな。レオンが打つことはないから先にレオンか。どうだどうだ。うわー、レオンの内に秘めた魔物が、勝ちたいという欲望が、今まで出なかったただのラッキーボーイが怪我してでも相手を威圧してくれてる。ベンチから、お、青柳が全部5になった。チャンエー発動したからだ。くせ者、内野安打もついた。転がせ3か。古日固め打ち、粘り打ち、バント職人、内野安打、チャンスメーカー、威圧感。ムーミンパワー任せるか、信頼して。いや俺ちょ青柳信頼してみるわ。強い青柳、威圧感効いてますこれ。なんかいろいろ、じゃあもう任せるよ青柳チャンスが終わった。チャンスが終わっちゃったよこれ。まずはそこエラーしてもらって、ナイス、オッケー、ムーミンパワーだ。打つしかないんだよな。ナイス、そこも拾うな。ムーミンパワーが効いてきたぞ。やってる、まあそこミスれ、いやレオンのおかげで。でもね、点1点じゃ足りないよ。お任せ3かな。ええナイス、弾道フォーン、頼むよ。終わらせろ終わらせろ終わらせろ、突き影、よーし、はぁ、勝った。弱小相手なのにこんなに辛いの、弱小相手で。これ投手の問題めちゃくちゃ出てない？ムーミンパワーがなかったらかなりヤバかったぞ。レオンいなかったらどうなってたのこれ。うわビビったなマジで。いやもう勝つ
勝つしかねえし、どうせ霧島調子悪いと抑えねえからな。最初っから渡辺で行くか。フルパワーで行かねえと勝てねえ多分。頼むぞティーム。怖えなこれ。お、でも野手、あいや強えわ。あいやでもワンチャンある、ワンチャンある。このトヨタを落とせば他のピッチャーなら打てるかも。数字ひっく取れる。今は取れないよな、まだ取れないね。はあ、もうホームランばっかりで嫌になりますよ。全く、またホームラン。外角でプリット。まあなんかな、なんかマジビジュアルよくねえわ。負ける時の全部操作した途端に長打打たれてスタートじゃん。なんか長打ばっかなのが面白くないよな、見てて。挙動にバリエーションが欲しい。うわーきついな、もやーっとする。まあちょっとうちはピッチャーが弱すぎたな今年。ひー、まあそのための4年縛り。さあ頑張っていこう。下位打線だもんな、もう打ってもらうしかないな。ここ秋勝てれば中堅維持で次いける。よーし、ナイス。ここで3点ぐらい欲しい。まあ、しゃーないね。あれ、これコールドしちゃう？あれコールドになる？2点取らないとコールド？うわ、2アウトから使いたくねえな。でも終わっちゃうもんな。うわ、もったいない。ん？うお、もう打ってもらうしかない。っす、お調子者発動させるべきだったな。抜けろ。オッケーオッケー、2点はとりあえず入った。7、8、9、10、あと5点差か。野球は2アウトからや。いいよ。え、てかもう5点、もう5点入れてくれ、もうもう入れてくれ。転がせでいい、ナイス。抜けろ。おい、逆にコールドしろ、逆にコールドしてくれ。もはや、あー、やめてやめてやめて。うげー、頑張れ頑張れ頑張れ。よーし、まだ続いてる。奇跡起きろ、ムーミンパワーで奇跡起こる。絶対ムーミン打てない、これムーミン打てんの？ムーミン調子悪いぞこれ。ワンチャン桐生の方がいいか。いや、まあムーミンパワー信じるか。信じよう。ムーミン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 、あーやばい、三振っぽい、三振っぽい空気がすごい。ムーミンムーミン、うわ三振っぽい。あー奇跡ってないね。9回裏ノーアウト走者なし。ナイスナイスナイス。いいよー日村、1年が頑張ってんのに。お前らって本当に3年、お前らよーし。霧島マジか。もう打つしかないんだが。はい、ナイス霧島満塁、一打大逆転のチャンス。クロセ、ミート任せ。クロセ頼む、クロセ頼む、クロセクロセ、ナイス。よっしゃよし、あーあと1点差。同点のランナー出てくれ出てくれ、中村頼む。よし、同点のランナー出たよ、同点のランナーが出たよ。くれや、打つしかねえ、任せたお前に。暁の未来を。落ちろ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 、落としたー。よーし、まだ終わってねえ俺らの夏は。よし、抜けろ、満塁。
長打で逆転勝ち。でムーミンなんだよ。ムーミンなのここ、うわここムーミンなのやばい。うわこれさもうアニメなら絶対ムーミンなんだよな。うわ嫌だ、これムーミン使いたいんだけどさ、それで負けたら絶対後悔するじゃん。龍崎背負え、龍崎、ジン救ってくれ、総龍ゲッツなし、ゲッツなしよ、龍崎走れ。うわー除去、危ねー、龍崎よかした。日村決めろ、日村決めてくれ。あーくそエラーしない、くーあーやばい、延長です。タイブレイクマジキショいんだよな。ゲッツナイス、いいよ、タイブレイクでこれはでかい、マジででかい。1点で、1点で抑えよう、1点で抑えよう。いや1点も入れさせんな、終わらせたい、勝ちたい。しゃあ1点も取らせなかった、あーやばい、天草早球 C のはずなのに。任せる、最後のコース、よし、伝令が使えます。中村キャプテンお願いします、転がしてくれ、頼む、よし、まずは満塁。天草ごめんね天草、こんな大一番内気なお前が一番緊張してるだろこれ。天草ごめん、天草もうお前十分に頑張った、自分で取り返せるのか天草、1年でガッと天草なったー、やった、勝った、天草ナイス、やったー、天夏ー、あっつ、ええー、かおもろ、おもろ、チャット GPT よりドラマ、エラーした天草が自分で取り返した、満塁ホームランもやばかったね。コナミお楽しみいただけたかな、すみませんコナミさん、めっちゃ面白いっす。黒瀬の満塁ホームランしびれたな、いやー黒瀬やばかったなー、マジで黒瀬卒業してほしくなさすぎだろ。投手の桐島が打って黒瀬が満塁ホームラン、龍崎がムーミンと変わってヘッスラで1点つないで延長戦、天草がエラーして1点取られるも最後は自分で取り返して逆転勝利、この史実を入れます。喧嘩した黒霧島がつないだもんな、いやーてか天草超強えな、勝ったと思いきや天草がエラーで1点を与えてしまうタイブレイク、え、これちょっと待って、チャット GPT に入れる内容がもう俺 GPT すぎるわ、都大会なのやばくないこれが。激しい戦いの幕開け、夏の都大会で新入生を迎えた暁高校野球部は強豪多摩第一高校との試合に臨んでいた。試合は序盤から多摩第一の圧倒的な攻撃力に押され、8回裏の時点で多摩第一が13点、暁が5点という厳しい状況に追い込まれていた。白石ここまで来たんだ、絶対に諦めるな、最後まで全力で戦おう、霧島まだ終わってない、全員でこのチャンスをつかもう。観客席ではほとんどの人が暁高校の敗北を予想していたが、チームは諦めず最後まで戦い抜く覚悟を決めていた。やばい、観客に見放されてるんだけど。9回裏、暁高校は満塁のチャンスを迎えた。この場面で打席に立ったのは黒瀬ひなただった。プレッシャーが彼の肩に重くのしかかっていたが、彼は仲間たちのために一打を決意する。みんながつないでくれたこのチャンス、絶対に無駄にはしない、俺がやるんだ。ピッチャーが投じたボールに黒瀬は全力でバットを振り抜いた。打球が高く舞い上がり、スタンドに飛び込むと同時に観客席は驚きと歓声に包まれた。黒瀬はダイヤモンドを回りながら心の中で喜びと感謝をかみしめていた。この一打で流れが変わる、俺たちはまだ終わってない。試合は延長戦に突入し、10回表の守備で天草夏樹が痛恨のエラーを犯し1点を取られてしまう。天草は絶望の表情を浮かべ、心の中で自分を責め続けていた。僕のせいでみんなに迷惑をかけてしまった。彼の様子に気づいた霧島優斗がそっと天草に近づき優しく声をかける。天草、お前が責めることはない、エラーは誰にもあることだ、でもここで取り返せればいい、
それがチームの一員としての役割だろ。その言葉に天草は涙をこらえながらもうなずき、自分を奮い立たせた。ありがとうございます。僕絶対に取り返します。圧かけんなって。試合は延長10回裏に突入。暁高校はあと1点で逆転勝利のチャンスを迎えていた。そこでムーミンに代わって龍崎仁が代打で出場した。ここで俺がつなぐんだ。怪我なんて構ってらんねえ。龍崎はピッチャーの球を打ち、一塁へ向かって全力で走った。ベンチや観客が息を呑む中、龍崎は怪我覚悟でヘッドスライディングを試みる。砂煙が舞い上がり、審判の手が上がる。セーフ。暁高校のベンチは歓喜で沸き、龍崎は砂まみれのままガッツポーズを見せた。ここ熱すぎる。ガッツポーズいいじゃん。霧島優斗がベンチから声をかける。おい、お前まだ塁にいるだろ。霧島、天草、お前ならできる。俺たちを信じろ。どういうこと？黒瀬も力強く応援する。さあ決めてくれ、俺たちの勝利をつかむ。圧やめろお前ら。天草は深呼吸をして心を落ち着かせた。そしてピッチャーの投じたボールに全力でバットを振り抜いた。打球はまっすぐ外野へ飛び、誰もが息を呑む中、ボールはフェンスを越えてグラウンドに落ちた。フェンスを越えてグラウンドに落ちた。どういう状態？一周してる地球。さよならだ。スタジアムに響き渡るサイレンとともに、暁高校は劇的な逆転さよなら勝利を収めた。天草夏樹は感極まりながらも仲間たちに感謝の言葉を伝える。皆さん本当にありがとうございます。僕皆さんのおかげで最後まで戦いました。千夏が天草に駆け寄り、優しく頭を撫でる。よくやったね天草くん、あなたの努力が報われたわ。千冬も静かに微笑みながら天草を見つめる。最後まで諦めなかったあなたが本当に素晴らしかったです。チーム全員が笑顔でグラウンドを後にし、それぞれがこの勝利を胸に刻んで次の戦いへと進んでいった。霧島と黒瀬は肩を並べながら互いの健闘を称え合う。霧島、お前のホームランがなかったら今日はここまで来られなかった。黒瀬、お前もな、俺たちいいチームだな、これからも一緒に戦おう。です。あやばい、天草。あまあでも今回の勝利相当熱かったね。まあ鍋戦が抑えてくれるから、さすがに。お任せお任せは？まずいね。お任せっつってるけど、デッドボールは任せちゃダメだろ。やっぱすぎ、アップね。臭いところ大好き。まずい。そうなんだ。臭いところ信者。おお、うわー、マジか。ナイスナイスナイス。おお、おんもんね。間違えた、緩急。緩急危ねえ。ナイス。さあ、魔物いるかな、どうでしょうか。ボン。よーし。やべえ、そこエラーしろ。おおほほほ、だいぶ怪しい。ん、おわ、ナイス。お、電話かかってきた。はい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 。いやもう寝ますよ、私。どうでした今日は。2年目の夏、キモい負けて方して普通にふてくされたね。俺もね、試合中にふてくされたら1年生たちが奮起してくれて勝ってるね。今もう、おーつまんねーとか言ってたけど、なんとか魔物で持ち直そうとしてるとこだね。甲子園行けそう？あと1戦かも。マジでめっちゃ勝ってない？めっちゃ勝ってる。2回戦目 C 来て、その C にもう本当にもう現実の小説よりきなりな勝ち方して、もうぶち上げ状態でいったらもう D とか最大でも C しか今来てない。あわいいね。いやなんかうち魔物がいなくて一人も。あー、結局魔物いないと勝てないよなこの年。勝てねえよ。こっち最初のその主人公入ってきた時の作り込み良かったけどな。主人公がやっぱそのもともとファースト志望で入部してきて、天城と月野が主人公の明星青との肩の強さに気づく場面があって、めっちゃいいじゃん。天城が月野に言うんだよ、おい青との肩すごくないかって。肩すごくないか、肩すごくないかって。シンプルだな。でこっちは2期の2クール目のオープニングも作って、おお、ミセスグリーンアップルが作ったよ。ダメだろミセスが作ってたら。てかまずタイトルがいいんだよな、ブルースターアンセム。いいね、正直めっちゃいいこれ。
ぽいんだよな。始まりがぽいな、めっちゃ。めっちゃいいな、始まり。めっちゃいいっしょ。うん。2クール目って感じするっしょ、うん、結構。いいよ、流れてくる顔が。いいね。いいのよ。歌詞もやっぱそこまでのストーリーを踏襲してもらってるからこれ、いいなマジでこれ、いいいいいい良すぎ良すぎておもろい青い星が輝く夜に、いいないいよね、ちゃんと主人公、主人公って伝えてんの？主人公伝えてあるよ。あー、それ伝えた方がいいんだな。主人公って伝えてるから、うん、そうやって中心にやっぱりその展開される話は回る時もある。試合の時は出てないからあんま回んないけど、うん、普通に神曲だろこれ。神曲、神曲怖い、ちょっと待って、両極すぎて怖い。ミセスが、怖いよな。ミセスが来てる。怖い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 。ミセスっぽいよね、なんかイントロが。すごいな。やべえ、めっちゃ大事な局面だったわ、俺。あと1点取らないと負ける局面だ、これ。いや、これはじっくり、深み。じっくりやりたいよね、やれるならね。これ、深みの栄冠ないんだから、これ。もう第2回楽しみだもん、俺。第2回まで予定してんの、これ。もう来年の第2回が楽しみ。普通にね、栄冠も面白いのに漫画が読めてお得。ストーリーついてくんのお得だよな。お得。普通に泣きそうになったもん。マジうずこうとか好きそうだけどなこれ。確かに。でもあいつさ、出てきた GPT と一生戦ってそうじゃない、自分の脚本に沿ってないから。あー確かに、受け入れなそうか、ね、GPT 役にする、むしろうずこうに考えてもらう。戦績だけ伝えて。誰かいない、編集系 VTuber。ルイスさんとか小説書いてなかったっけ。それクルズ夏目やな。いや今 GPT が喋った。今 GPT ほんま本当に今直しとくわ。情報入れとく。直しといた方がいいぞそれ。まあ、次回やるわ。次回俺も冒頭に 5,6 時間かけるわ。ほぼ野球やってないだろ今日。やってない。怒涛の GPT 音読だったら。ではで今どういう状況。魔物発動を絶対打ってほしい。ここ天草、天草絶対打ってほしい。よーし、これ2点入るんじゃない。抜けて、オッケー、ナイス。天草強え。え、三塁だ。え、勝った。ナーイス。え、ちょっと待って、甲子園いけるか。次の対戦相手次第では甲子園いけるぞ。天草がクソ強えの解釈違いだな。でも天才天草、内気だけど本当はめちゃくちゃうまい。これさ、最終試合の前に物語1個出力しとくか。都大会決勝を翌日に控え、桐島と黒瀬は夜の公園でキャッチボールをしていた。仲良くなりすぎだろ。静かな夜、2人は言葉少なにボールを投げ合いながら明日の試合に向けた思いを整理していた。明日はついに決勝戦か。お前とこうやってキャッチボールしてるとなんだか落ち着くよ。俺もだ。桐島と一緒にいると緊張がほぐれる気がする。おい、仲良くなりすぎ。もうマブやん。霧島はボールを受け取り静かに言葉を続ける。お前がいるから俺も頑張れるんだよ。明日もお互いに全力を尽くそう。黒瀬は微笑んで強くうなずいた。もちろんだ、俺たちならどんな相手でも勝てるさ。仲いい黒霧島。あ、おお、大丈夫です、皆さん落ち着いてください。天草と青柳、マネージャーたちのサポート。あ、その頃天草と青柳はマネージャーの花村千夏、花村千冬、花村千春と一緒に自宅で軽いトレーニングをしていた。どんな状況。天草は前の試合でエラーをした自分を責めていたが、今は少し落ち着きを取り戻していた。天草、皆さん今日はありがとうございます。明日は僕も頑張ります。千夏が明るい笑顔で励ます。大丈夫よ夏希くん、明日は自分を信じてプレーするだけ。私たちも全力で応援するから。千冬も静かに言葉を添える。 Wait, what? ミスを恐れないで、夏希くんの努力はちゃんと。おい、夏希人気やばい。マネージャーからの。え、夏希だけギャルゲやってる。千春も元気に声をかける。私たちがついてるんだから心配しないで。夏希くんなら絶対に大丈夫だよ。何をやってる夏希くん。待て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 、あれ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 。青柳は軽く肩を叩いて天草を元気づける。
俺たちは仲間だからさ、どんな時でも支え合おうぜ。え、何これ、夏希のモテモテすぎだろ。夏希よっしゃーす。ひたすら勝利を目指します。うわー無理ー、無理すぎー。ダメかー。ナイストライ、亀井だったらな。まあしゃあないね。最後そうね、魔物が出なかったね。エピソード20、涙の引退、千夏の別れ。都大会決勝戦、暁高校は最後の戦いに挑んでいた。対戦相手は圧倒的な実力を誇る強豪校で、特に相手の投手は抜群の制球力とスピードを兼ね備えていた。霧島はマウンドに立ち気合を入れて投げ続けたが、相手の打撃陣に徐々に追い詰められていった。守備では黒瀬、桜庭が懸命にボールを追いかけ失点を防ごうとしたが、相手の巧妙な攻撃を完全に封じることはできなかった。霧島、この試合絶対に勝ちたい。でも相手の力がこれほどとは。攻撃に転じた暁高校は何度もチャンスを作るものの、相手の投手が放つボールに翻弄され打ち崩すことができなかった。夏希も内気な性格を克服しようと懸命にバットを振ったが、決定的な一打を放つことはできず、悔しさに涙を浮かべていた。どうして、どうして僕はこんなにも無力なんだ。試合は徐々に終盤に差し掛かり、暁高校は最後のチャンスを迎えた。しかし相手の守備陣の鉄壁の防御に阻まれ、得点を奪うことができなかった。試合終了のサイレンが鳴り響き、暁高校は敗北を喫した。誰もが言葉を失い、悔しさと無力感が漂う中、マネージャーの千夏は静かに涙を拭いた。みんな、ここまでよく頑張ったよ、ありがとう。試合が終わり、チームはベンチに戻り、重い空気の中で引退を迎える千夏に別れを告げること。その場で千夏はチームの前に立ち、笑顔を浮かべながら話し始めた。みんな本当にお疲れ様。このチームで一緒に過ごした時間は私にとってかけがえのないものだった。引退するのは寂しいけど、これからもみんな応援してるよ。現地解散マジか。千冬と千春も姉を抱きしめ涙を浮かべながら別れを惜しんだ。お姉ちゃん、今までありがとう。これからも見守っててね。私たちがもっと強いチームにするから安心して。千夏の引退がチームに重くのしかかる中、月影凛は自分の決意を固めていた。彼はあの舞台に立つためにもっと強くなることを誓った。次は俺がチームを引っ張るんだ。絶対に甲子園に行く。チーム全員がそれぞれの思いを胸に次のステップへと進むための準備を始めた。